この動画ではコンドームの正しい付け方をご紹介したいと思います。コンドームは避妊や性感染症の予防などに効果がありますが、付け方を間違えると外れたり破れてしまうこともあります。この動画で失敗なくスマートにコンドームを付ける方法をマスターしましょう。付け方はこの模型を使って説明します。まずコンドームをつけるときは、男性の大事なところの皮を根元までしっかりと向いてください。こうすることでコンドームが外れにくくなります。このときコンドームは必ず挿入の直前につけるようにしましょう。女性がピルを飲んでいても性感染症の予防のためにはコンドームが必要です。次にコンドームの封を開けます。爪は短く切ってありますか？爪が長いとコンドームに傷をつけてしまうことがあるので、爪は短く切ってください。では封を開けます。コンドームは封の端の方に寄せて、端までしっかりと切り取ります。途中までしか切っていないと切れ端でコンドームを傷つけてしまったりするので、端までしっかり切り取ってください。コンドームには向きがあります。向きを間違えると巻き下ろすことができなくなります。コンドームの向きは製品によっては封に男性側、女性側と書いてあるものもあります。部屋を暗くしている時でも手元で確認してからつけるようにしましょう。ではコンドームを装着していきます。コンドームの先端は精液を溜めるために少し出っ張っているところがあります。コンドームをつける際、ここに空気がたまらないように気をつけましょう。ねじったりせず、上から優しく押さえながら男性器の先端に置いて巻き下ろしていきます。そしてここがポイントですが、コンドームが根元まで降りてきたら皮とコンドームを一緒に上げます。そして巻き折り切ってないコンドームを根元まで下ろしてください。コンドームが全て巻き下りるまでこれを繰り返してください。こうすることで皮とコンドームが一緒に動くようになります。この一手間で挿入中にコンドームがずれたり外れたりすることが防げます。この状態で射精をしたら、根元を押さえて女性の中から引き抜いてください。女性の中に入ったままにしておくとコンドームが中で外れてしまうことがあるので気をつけてくださいね。外したコンドームは精液がこぼれないように口を湯がいてティッシュなどに包んで捨ててください。いかがでしたか？コンドームの正しい付け方をマスターして安全に使ってくださいね。コンドームは手軽に使える道具ですが、付け方を間違えると途中で外れたり破れてしまうこともあります。万が一失敗してしまった時は、72時間以内に婦人科や産婦人科などで処方される緊急避妊ピルを使えば高い確率で避妊することができます。お近くの医療機関はご覧のサイトから調べられます。